今日はですね、まあ適当にフリートークみたいな感じでお話ししていこうと思うんですけれども、ライブで私が聞かれたことであったりとかっていうのを弟とですね、まあお話ししていけたらいいなというふうに思っているところです。すごい楽しみですね。絶対楽しみじゃないよね。だって何するか分かってないもん。適当にね、話せればいいかなと思ったんだけど。話せれば？は？適当に話せれば？違う、話せればってこと。あ、話せればね、うん、そうそう。あ、なるほど。そうそうそう。あ、ちなみに、俺の方からは便宜的にともえさんと呼ばせていただきますので、私はじゃあ、なんて呼べばいい？知らない。じゃあ、妹子があるから。妹子があるからってどういうこと？いや、だから男意味が分かんないんですけど。 男って呼べばいい？なんで男なの？男じゃなくて、うん、でもなんか男って嫌なんだけど。それなんか嫌だな。それだったらなんか勘みたいな感じで言えばねえ、名前がちょっと意味が分からないですけど、勘みたいな。勘さん？え、何？勘さん？勘さん？うん。何勘さんって？え、男だから。あ、そういうこと？そうそうそう、あの漢字の方のあの男っていう字があるじゃん。あれって勘って読むじゃん。先駆け男塾みたいなこと。そうそういう感じね。私ね、間違ってたからね。あの先駆け男塾と、クロマティ高校と私勘違いしてたんだよね。まあ確かに劇画調だから似てはいるけど、うん、そうだからね、なんかこれ違うなと思ったら、クロマティだったんだよね。先駆け男塾って、あのなんかバケツみたいな帽子かぶってる人たちが出てくる。え、違う。バケツっていうとさ、なんか、ジョジョの髪型みたいなのを思い浮かぶ。そうそうそう、ちょっと待って、うん、ストリートファイターだけガイルみたいなさ。ガイルもなんかあれ、バケツかぶったみたいな感じのさ髪型してるじゃない、なんかもやしがそのままね育ったみたいな。ガイルってポルナレフがヘルメットかぶって分かれた髪みたいな感じしてない？ああ、確かに、ね、噴水みたいな。なんか噴水っていうか、なんかキノコにも見えなくはない。あんなキノコの北斗の CM に出てくるさ、待って、ド忘れした。なんだっけあれ、なんて言うんだっけ、あの一つのさキノコがいるじゃない、たくさん生えてるやつじゃなくてさ何それ、モンスターの話？そういうその集合体恐怖症とかの話じゃなくてね。あ、違う。そういう話じゃなくて、なんだったっけ、エリンギ絶対エリンギ違うよね。いや、絶対エリンギだって。え、エリンギ？エリンギみたいな髪型してるじゃん、こうやってさ。え、でもさっきたくさん集まってって言ってなかった？え、違う。じゃあそういうのじゃなくてっていう話。あ、そういうのじゃなくてって話か。そういうのじゃなくて、なんかその、そう、エリンギみたいな、なんか、バオバブの木ってああいう感じだったよね。星の王子様悲しくなるやつ。それさ、ボードゲームやってないとわかんないでしょ。なんであれ分かんないよね、ボードゲームやってないと。なんであれさ、バオバブの木が生えてくると悲しくなっちゃうの？なんでだろうね。生態系に影響があるのかな。まあ俺個人的な考えだけど、なんでだろう、多分、景観が損なわれるからじゃない。火山が噴火した方が、景観が私は崩れると思うんだけど。ちょっと一つ言っていいですか？え、何？星の王子様って地球住まいじゃないんですか？どこに住んでんの、あの人。星の王子様だから。星に住んでんの？いや、地球外にいるんじゃないの。衛星みたいに回ってんじゃないの。そんなざっくりしたことある？そんなざっくりしたことある？だってどういうこと？そうなんだ。でもなんかあのボードゲームのビジュアルの感じからして、なんとなくなんかあの、衛星住まいっぽいよね。そうだね。まあ自分は作ってるからやっぱり景観を損ねたくないんだろうね。あー、ガーデニング的なね。ね、そのお金持ちのところもそうじゃない？なんか、口出してくるじゃない？すっごい。ね、すごい腹立つけどさ。私、すごい暇人だなと思うんだけどね。ね、ずっと思ってたけど。ああいう感じじゃない？あの、ちゃんと庭の手入れしろ的な。そう。一つ言っていいですか？それ誰が査定するの？星の王子様が住んでる、その孤立無縁のさ、星に誰が見に来るの？遊覧船が来るの？いや、自分が気に入るか気に入らないかじゃない？ああ、ね、なるほどね。うん。あ、要するにそのガーデニングしてる時の雑草みたいなもんですか？そうそう、あれ、マインクラフトみたいなさ。ああ。そう、マインクラフトみたいな。はいはいはい。で、なんかこう、ね、もしね、必要ない山があったら爆発したりとかさ、して、ね、あれ邪魔だな、みたいな感じで。いや、言うほどね、意外とマインクラフトで爆破すると後始末だるいからな。ね、それはね、分かる。うん、そうだろうね。こんな話でいいんですか？分
かんないけど、まあフリートークだしいいんじゃない。そう、ライブの話って言ってたのにさ、うん、すごい話取れたね。まあ、まあライブみたいなもんでしょ。まあまあそうだけど、ある意味でこの兄弟の会話のライブみたいな、うんうん、まあそうだね、うん、うん、じゃあともえさんのライブについて話を、うんうん、あ、そうそうそう、昨日ね、うん、マックの話になったんだけど、マックの話、そう、マックドナルド、マクドナルドの話になって、うんうん、で、あの、ともえさん、うん、どんなメニューが好きですかって聞かれたのよ、うん、スマイル、スマイルですか。それ超迷惑なやつじゃん。いや、だってスマイル0円って書いてあるから笑顔の方がいいでしょ、部長面よりも。まあね、でもさ、うん、それはさ、サービスに含まれてないと思うんだよね、お金払ってないわけだから。あ、0円って書いてあるけど、うん、うん、でも0円ってさ、うん、別にやらなくてもいいじゃん。忙しい時にさニコニコしててくださいって言ったら私、うん、怒るよ。ただね、うん、0円って言っても、うん、よくなんかあるじゃん、あのこの CD を買ったら、うん、あの購入特典でこれがタダでついてきますよってあるじゃない、うんうんうん、そういうのってついてこなかったらやっぱりイラッとするじゃん。まあそれはさ関係ないじゃない。え、でもスマイルも注文したのについてこなかったらイラッとしない、うん、だってスマイルはさもうすでに出してるじゃん、うん、相手に対して。だってそもそも接客って笑ってるじゃない、うん、その真面目な人とか、うん、その表情筋がねあんま動かない人とかだったらもしかしたら、うんまあ、笑顔じゃないかもしれないけど、うんはいはいはい、サービス業って基本的に笑顔じゃなきゃいけないわけじゃない。基本的にはそうです ね、 ね、だからもう上げてるわけじゃん。それをさらに求めるってさ、それはちょっとサービスを求めすぎなんじゃないかなって私は思うんだけど、うん、あ、うん、二郎系ラーメン的なノリはダメってことですか。スマイルマシマシでみたいな。スマイルマシマシ、それはさ、それはないんじゃないかな。顔面ゆるゆるスマイルマシマシで。どういうこと。いやだからその顔面が何、うん、土砂崩れってこと。いや土砂崩れとかそういう話ではなくて、地盤が緩んでるから土砂崩れとかじゃなくて、まあまあ表情筋に関してはもうちょっと緩くしてくださいよみたいなね。ああなるほどね。たまに結構いるじゃない、笑顔がない人が。ああ、まあ、まあね、あれはね良くないよね、仕事だから、うん、まあでもね完璧とかないから、まあまあね、うん、私もねえってあるからね、うん。じゃあすいません、ちょっと話がそれました。いいえ、じゃあお願いします。で、それで、はいはい、で私そのマックってって行かないから、うん、何が好きっていうのを言えなくて、うん、じゃあ何が好きなのかなと思ってちょっと食べてみようと思ってね、うん、調べてみたんだけど、今ギガマックっていうのをやってるみたい で、うん、でそれがなんかすごく気になってるんだよね。ギガマックってことはやっぱり大きいの、元の、うんうんうん、なんかね調べてみたら、うん、な2週間限定でやってるみたいで、6月の14日、うん、までやってるみたいで。あ、じゃあ6月の初めから開始ってこと。ギガマックとね、うん、そうだね、確か1日だから今日から14日までやってるみたいで、うん、グランドビッグマック、グランドビッグマック、あとギガビッグマックっていうのがあるみたいだね。あとなんか安くなってるのかな、うん、あ、セールがね。そうそうそう、なるほど、うん、安くなってるんだと思うんだけど、そのギガビッグマックとグランドビッグマックはやっぱりグランドの方が大きいんですか。かなり重いみたいだね。ギガビッグマックの方が重いのかな。あ、そうなんだ。へー、うん、なんかグランドっていう名前からしてギガよりも大きいのかと思った。な、私もねそれ思ったんだけど、うん、みたいで、ごめん間違ってるかもしれないけど、うん、なるほど。だからそれがねちょっと気になってるなーって、な、あー、ね、発売されたら買いに行きたいなと思って。うん、なるほどなるほど、うん、へー、あんまりマックに行ったことないっていう、うん、そう話、あんまりないじゃんお互い。まあそうだね、マック並んでたりするのはね見たりとかするけど、まあ、それくらいじゃん。うん、ねえ、なんか結構なんかツイッターとかでも新しいメニューが始まったら、あのなんだっけ、この間サムライマック、だったっけ、いつだったっけ、あれってなんか常設だったっけ、まあ、分からない、木村拓哉さんの、うん、ねえ、あれなんかツイッターとかで盛り上がってたけど、あー、すごい疎外感でね、なんか分からないからさ、うん、あ、そうなんだと思って、そう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 、でなんかやっぱ流行りにさ、うん、乗らないとね私もいけないかなって思ったりはするんだけども、なかなかね収録とかねいろいろあったり仕事とかでね、うん、いけなかったりするから、
なんかそういう YouTuber 的な企画やらないんですか？なんかあるじゃないですか。やりたいなと思ってたんだけど、うん、今までね、うん、やっとねチャンネル名とか変えて、はいはいはい、あねあ多分知らないと思うんだけど、そうだね、うん、なんかそれでできいろいろねできるようになったかなって思うから、うん、やってみたいなと思うよね、せっかくだしね。なるほどね。それは例えばそのポテト L サイズ頼んで鼻から全部食べてみたとか。それはやらないけど、私はねやらないけど、YouTuber ってそういうことやってるイメージ、うん、それ炎上系じゃないかな。炎上する？鼻から食べてもっと味わえとか未来を通せとかって言われるの。そうでもさ結局通ってくると思うのよね、それは、ま、口の中に入ってくるわけじゃない。でも喉の奥から食道に通通でしょ。あーまあそう言われてみれば確かに味わえないよね多分。うん、そのマジック的な感じじゃなくてね。あ違うん。うん、そうそう確かにそれはそうだね、うん、そのまま飲み込んじゃうよね。なんかマックシェイク全部混ぜてみたみたいな。うん、あでも意外と美味しいんじゃない。まずくなりようがないよね。普通ノーマルのだと、うん、バニラとストロベリーとあとチョコレートかな。あチョコレートちょっと異物かも。なんで？味がだってそれでかっ消されちゃうわな。あ飲んだことないから飲んだことないからそのどの程度の強さなのかわからないんだよね。いや正直俺もないんだけど、うん、なんかイメージ的に一般的にチョコレート飲料って味強いじゃないですか、うん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 、確かにね、うん、まあどれが勝つのかっていうところだけど、うん、でもそういう質問があったってことは今後はもう足しげくね、うん、マックに通って、うん1日3回ぐらい通って。そうお金ないお金ない。ああそうお金ないお金ない。いやでも言うてもそこまでお金かからないんじゃない。いやかかるでしょ。そうなの。いやだってそんなにさ通ったら、うん、まず体壊すしその前にさ、うん、ねいろいろ買えなくなっちゃうからさ機材とか。じゃあ全部のメニューを食べてみて好きなの探す旅は。それもお金かかりそうだね。あでも1万円あればいけるかな。ごめん、マックのメニューがどれくらいの価格なのかがわからないから、なんとも言えないかな。でもなんか、うん、ポテトの L サイズが300何十円とかでしょ、うんうんうん、確か。ああ、そうだね。今って、うん、価格高騰してるとかって、価格高騰してるっていうか、なしのところも多いよね。うん、マックってどうなのかな。わからないけど、2、3倍になってないでしょ。あ、そうだよね。それはさすがにね、うん、暴動が起きるからね。うん、でも一頃暴動起きてなかった。あのポテトが足らないって言って、あないないってなんか S サイズだけの販売の時あったよね確か。あそうだね。というかそもそも取り扱ってない時なかった。あそうなんだ。なんか S サイズだけありますよみたいな。あそれ多分あったような気がする。マックかな。他のところだと中止にしてたところもあったような気がするんですけど、うん、ニュースでやってたような気が出すって言っちゃったちょっとあのロックマンのライトット来たかなって思っちゃったよ、ね、違うロックマンこれをかぶる出すってちょっとね突然ね来ちゃったね。俺そういえばそう出すで思い出したんだけど、うん、全く話違うけどいい、うん、いいよ。あのさ、うん、俺実物を見たことが多分ないと思うんだけど、うんうん、カード出すってあるじゃない。なんか聞いたことはあるわ。あのカード出すの出すって何、うん、カードを出すからカード出すじゃないそんなことある。わかんないけど、私も由来とかわからないから、うん、カードだから、カード出す、うん、カード出すなんじゃないの。あ、そうなの。なんかあの、ライトット的なやつじゃなくて、カード出すって。違うと思う。それ渡してきてるし、そもそも。多分、ただでくれてるよ、これ。これカード出すって、うん。ただでくれてるわ、それは。あ、そう、うん、そうか、ただでくれてるか。いや、でもあいつ意外とがめついから、ネジがないとダメですよとか言ってくるからね。多分言ってくるね。うん、でしょ。うん。そうなんだよ。いや俺最初出すって聞いて真っ先に思い浮かんだのが、うん、ドイツ語の定冠詞の、うんはいはい、そっちじゃないと思うんだ。違う、あの中世の出す、うんうん、分かるよ。出すデムです出すの違うと思う。それは絶対やっぱりカード出すじゃないの。あカード出すからカード出すなのあれって。え分かんないよ。いやそうなんとなく響きがさそんな感じなのかなって、うん。あカード出す。じゃあちょっと語源を調べてみますか。うん、語源。
カード出すの語源って、あ、でも考えてみたらそうだね。今ね、カード出すって調べたら、うん、カードを出すからカード出すなの、うん、というご質問を受けるのですが、うん、地域気象観測システムのアメダスが由来となっていますと。あー、アメダス、アメダスが気象情報の発信源であるように、ね、うん、キャラクター情報の発信源となることを目指して、うん、カード出すと命名しました、うん、あー、それは素敵な名前だね、うん、なるほどね、うん、なるほどね。あ、じゃあもう全然そのライトット関係なかったということですね、うん、ライトットはもともと関係ないと思うわ。じゃあドイツ語も関係なかった。全然関係ないと思う。あ、そうですか、まあね、そうなんだね、うん、へえ。また一つね、この役に立つフリートークですね。これ役に立つかな。立つ立つ、明日の飲み会で使えるよこれ。カード出す、使える、うん、使える、使えるかな、それ話す、合コンとかで。使えないと思う。使えないかな。絶対使えないと思う。え、なになにちゃんさ、カード出すの語源知ってる？知らない。あ、知らないの、うん、あれね、アメダスっていうところから来てるんだぜ。なんだこのチーム。そうなんですね、うん、終わり。なんで終わっちゃったの。いや、終わりでしょ。いや、終わんないよ。興味ないもんだって。いや、興味ある、興味ある。いや、興味ない、全然興味ない。いや、私は興味あるよ、私は興味あるけど、うん、あ、じゃあそのね、他のね、うん、その一般の子が興味あるかって言ったら絶対興味ないと思うね。まず大体、うん、そういうところに行く子で興味ある子がいないと思うね。ああ、いや、決めつけはね、良くないと思うけど、うん、ないんじゃない。わ、まあ、分からないけどね。そうなんだ。うん、知らないけど。じゃあスピリタスって火をつけたら燃えるんだよとか、そういう知識の方が役に立つかな。それはさ、そのそれ以前の問題じゃないかな。酔ってるでしょ、それも。あ、そう。泥酔してるでしょ。もう箸を転がしたら笑うみたいなさ、そういうなんか、もう、うん、ねえ、泥酔してなんかゲラゲラ笑うみたいな、超迷惑な。まあ、そこまで酔っちゃうともうめんどくさいね。うん、もうあのタクシーとかに押し込めて、行ってらっしゃいって、出荷する感じだもん。うん、出荷ね、うん。でもそれめんどくさそう。後で払わなさそうだもんだって。そもそも酔って記憶にないわけだから。そういうパターンでどうするんだろう。さあ、タクシーの方が、運転してる方が警察呼ぶんじゃない、うん、あ、お金払ってくださいねって。はいはいはい、はい、ねえ、で迷惑だね。警察にも迷惑だし、警察の方にも迷惑だし、タクシーの運転手さんにも迷惑だよね。まあそうだね。ね、じゃあ事前にもう、じゃあお金だけこっちで払っとくべきかな。5000円ぐらいで釣りはいらないって言って。どうだろう、もうそこら辺転がしといていいんじゃないかな。そう、だってさ、いや、もうちょっと、だって私たちのせいじゃないじゃん。だ、自分がさ、うん、狩猟をわきまえずに飲んだから。そう、わきまえずにカパカパ開けるからいけないでしょ。いや、そういうわけにいかないでしょう。でもなんか連れて帰るのははっきり言ってさ、ただの同僚だし、めんどくさいでしょ。仲がいいわけじゃなかったら、あ、でも同僚だったらそうだね、連れて帰るかもしれないけど、異性とかだったら、うん、まあ、嫌だよね。めんどくさい。めんどくさいよね、うん、まあ、異性だったら絶対もう上司に任せるわ。上司も嫌がると思うな。嫌がると思う、嫌がると思うけど、ね、私がやる義理もないからさ。まあそれは確かにそう、まあ、それは確かにそうだね。だって後で変な噂になっても嫌じゃん。お互いさ、ねえ、お互い嫌だと思うよ。その私だけじゃなくて。そういうキャラクターいたよね。噂になると嫌だからとかっていう。そうなんだ。うん。いなかったっけ？いや、知らない。そういう、そういうになると嫌だからって、それは、そのシラフの時に言うの？うん、まあキャラクターだからそうじゃないの。ああ、泥酔して言うの？いや、てかシラフの時に言ったら相当性格歪んでない？まあね。うん、それ言われたらもう絶対仲良くできないよね、うん、そもそも論で。まあまあまあ、確かに。そう、物語の中でしか成立しないよね。いや、まあキャラクターだからさ。そう、キャラクター、そう、そういうことね。そもそもその創作上の話だから。なるほどね。そう。まあちょっとあんまりね、本当にこういう関係詳しくないから、うん、何だったか分かんないけど、そういうキャラクターいたと思うよ。どっかで見かけたと思う。そうなんだ。うん、へえ、そういうキャラクターがいるんだね。うん、それにも驚きだけどね。うん、それってさ、主人公が助けてあげたのにもかかわらずそういうこと言ったの？いや、それわからない。じゃなくて、なんかそれ見たのは、そのキャラクターの画像の下かなんかに書いてあったと思う。うん、そのなんか名前も書いてあったと思うんだけど、うん、覚えてない。うん、なんか噂されると恥ずかしいしっていうのはなんか覚えてる。うん、何の噂になるのっていう。ねえ。うん、自意識過剰じゃない？まあ、そう思う。うん、うん、ねえ。そんなんさ、そう、乙女ゲーとかでさ、
その開口一番さ、キャラクターの紹介の時に黙れって書いてあるようなもんじゃん。どういうこと？なんで黙れって開口一番言われたの？なんかだってさ、そういうさ、私さ、俺様系キャラ嫌いだけどさ、だって上から目線って話してくる人ってもう絶対だって話合わないから。まあそりゃそうですね、うん、その現実世界でもね、一発目だとね、うんうん、もうプラスになること絶対にないから、はいはいはい、ってなってくると、うん、ねえ、なんかありそうだけどね。でもなんか乙女ゲームって、うん、あの俺様系キャラ多いイメージ。あ、いるよね。私苦手なんだよね。あ、そうなんだ。なんか、うん、あのなんだっけ、壁ドン、うんうんうん、手をこうドーンって張り手してさ、うん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 、壁に、でなんかなんだっけ、なんか俺の下僕になれみたいなこと言うやつあるじゃない。え、何様なのそれは。いや、怒らないけど、え、そういうなんかことじゃないのあれって、なんかドーンってやって、あ、違うの、嫁になってくださいとか言うのあれって。いや、ちょ、飛びすぎじゃない、嫁になってくださいは。あ、そうだ。え、じゃあなん、あれは何、ドーンってやって何をやるの。蚊がいたよとか。蚊がいたよって言う。私の予想だけど、それ多分さ、はいはい、あ、こっけかけて、うん、壁に手ついちゃったとかじゃないの。危なかったね。危なかった。もう何センチずれてたら顔に直撃してたよ。そうそうそう、痛い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 。それってコンタクトとかだったら絶対痛いと思う。あのバイオハザードのゲームとかでこういうフィニッシュあるよね、多分、うん、壁にドーンってやるやつ。ゾンビとかに壁掴んでさ、頭を。それはさ、それ壁ドンじゃん。そ、壁に確かにドンとしてるね。壁ドーンでしょ、うんうん、確かに壁にドンとしてる。すごい、もうグロテスクだわ。そうだね、うん、うん、いや、まあ相手ゾンビだから別にいいんですよ、うん、まあ、死んでるからね。うん、そうそうそう、うん、え、まあでも、え、そういう、でもさ、そういうキャラクターしかいないイメージ、うん、恋愛ゲームってどうなんだろうね。そういうわけでもないんだ。え、私はね、うん、わからないね。友達がプレイしてるのを聞いたりとかね、することはあるんだけど、うんうん、自分からってないからね。なんかね、うん、主人公が妹に見えてくるんだよね。主人公が今、ああ、そういうことね。そう、プレイヤーのね。そうそうそう。はいはいはい、はい。そう。だから、姉目線になっちゃうのよ、全部。ああ、まあ、リアルでも姉だからね。うん、そう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 。うん、でさ、多分男性向けのそういう恋愛ゲームやっても私は多分その姉目線でプレイしちゃうから、はい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 、怒ると思うんだよね。でそういう風にさ、妹と弟が言われてたらさ、怒るじゃない、うん、普通はさ、まあまあまあね、まともにプレイできないよね。でもまあそう、まともにプレイ多分私できる自信ないかな、うんうん、ああ、なんかどうもあの恋愛ゲームの楽しみ方ってのはよく分かってなくて、うん、その声優さん豪華だなとか、なんかすごい、ああいうのってなんて言うんだっけ、スチル、うん、スチルが綺麗だなとか、スチルだっけ、なんだっけ、スチルの、うん、立ち絵のことじゃなくて、あ、そうそうそう、多分立ち絵というか1万円のことだと思うんだけど、あ、ね、イベントとかのさ差し込まれるようなやつ、へえ、ああいうのは綺麗だなと思うんだけど、うん、うん、あんまり私はそのプレイしたいとかっていうのはないかな、うん、おすすめされたらちょっとプレイするしたこともあったけど、うん、私その不真面目なキャラクターと合わないみたいで、あ、そう、真面目なねキャラクターは OK なんだけど、はいはいはい、その他のなんか不真面目だったりとか、うん、ね、なんかちょっと破天荒というかね、うん、その何を考えているのかよくわからないキャラクターとかは無理みたいだから。でもそれ以外にも、うん、なんかこう真面目なキャラクターであったり、うん、熱血感のね、うん、キャラクターであったりとかいろいろいると思うんだけど、うん、そういうのの中から選んだりはしない、うん、別に好きじゃないから。え、ちょっと待って、ちょっと待って、あれって別にさ、恋愛ゲームって最初からなんか絶対に全員のこと好きなわけじゃないでしょ。そうだね、そうなんだけど、そうなんだけど、その推しキャラっているわけじゃない。推しキャラがそもそもさ、うん、いないままに私プレイしてるのよ。え、ちょっとその推しキャラを探すのがゲームの目的じゃないの。え、わかんないけど、うん、なんかそのビジュアルで決めて、うん、ね、なんか聞いてるのがもう最悪だよね。それ面食いってことですかね。要するに、え、でもそういうことじゃないの、なんかその恋愛ゲームってさ、そういうものじゃないの、その婚活みたいなことだから。え、もうそうなんじゃないの。あ、そうなの、うん、だってでもさ、あれってさ、はい、接待プレイじゃない、こっちが。あ、まあそうなんかな、ね、うん、なんかその相手のさ、そのいいようにさ言わなきゃいけないわけでしょ。あ、相手が望む答えとかをね。そう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 、なるほどなるほど。
ね、うん、私がそれ言わないから多分ダメなんだと思うんだけど、俺様キャラとかいつもはって思うから、あそうだからダメなんだと思うんだけど、じゃあ例えばだけど、うんうん、あの俺はよ今日表千家の佐渡のとこに、うん、師範に会いに行くからよ、うん、おめえも来いって言われたら、うん、あでも私華道の授業あるからとかって言っちゃうタイプ、私嫌ですっていうどうぞお一人で行ってください、あの私には関係ないので、っていうかあなた誰ですかってなるあなた誰ですかってすごいね、もう逆にもうそのすぐ警察でしょそんなの、え絡まれたって、え絡まれたって警察呼ぶよ、怖っ、すぐこうやってもうあのギャグ漫画ビルのうさみちゃんと一緒よ、もう警察に呼ぶのが楽しみになっちゃうよ毎日油断も隙もねえな、もう近寄りたくないよ、ゲームオーバーでもそんなことになったらもう誰も近寄ってこないからだって近寄ってきてほしくないもんあでも警察官の中に推しキャラいるかも、え怖い、ストーカーじゃん、いつも来る巡査長がすごくタイプでみたいな、うーんすごくタイプでってもう浮つきすぎでしょあの気持ちが浮つきすぎでしょ、110番したら何々署の何々さんお願いしますって呼び出していくやつ、えそれはさストーカーじゃん、いやだからそうじゃないの、それちょっと無理、えでもさごめん、うん、あのこの話まといてないかもしれないけど、うん、基本的に恋愛ゲームってストーキングするゲームじゃないの、だってその人が自分の推しキャラがいそうなところに行って、うんそうだね、で、うん、その推しキャラが望んでる答えをかけてやり、うんそうだねうん、でしょで、ね、望んでるものをあげ、うんうん、なんか一歩間違えばストーカーみたいに聞こえるんだけど、いやストーカーでしょ、いやそうだよね、うん、ストーカーでしょ明らかに、うんうん、だから私はそこまでして自分の時間使ってまで、うん、ねなんで接待しなきゃいけないのかなと思うし、あその一方的なギブって、うん、よくないと思うんだよね対等な関係でありたいわけ。ははははね、なるほどね。うんうん、なるほどなるほど。でまあ、確かにね、その、うん、惚れてもらいたいんだったらっていうのあると思うんだけど、うんまあ、それはね現実でもそうだと思うけど、それは頑張ると思うけどね。そうですね。当たり前だけど、ゲームにそこまでその心を砕きたくないというか。あじゃあそのゲームのキャラクターが君のことが本当に好きになったよって告白してきても、うん、でもお前今日こうじゃんみたいな感じ、うん全然それは違うんだけど、それはさ、それは攻略してるじゃない、あそうなの、そうじゃなくてえなんでマイナスのところからその私がわざわざねそのいいところ見つけてあげないといけないわけって思うの、あゲームの中でまでね、そうそうそう、そのなんていうのかな、その例えばそれがアニメ化したとすると、うん、相手が勝手に絡んでくるわけじゃない、はあはあ、大体の場合、なるほど、だからなんかまあそれはしょうがないのかなと思うんだけど、うん、ねえ私向いてないと思う向いてないと思う、乙女ゲーとか、うん、あとそう男性向けの恋愛ゲームとか絶対向いてないと思う、あの正直な話して、うんうん、今聞いてて俺が恋愛ゲームの開発者だとしたら、うんうん、あこいつめんどくせえって思ってあもういいっすって、うん、うん、そうでしょ、うん、だから私ねあんまりプレイしないし、うん、その別にね批判したいわけじゃないから、そのはいはい、ゲームの自体はすごくストーリーが良かったりとかね、うん、するからそれはいいなと思うのよ、うん、そう作り込みとかすごいなと思うし、うん、ただねその現実でも面倒なのに、うん、それをゲームの中でやろうと思わないというか、あー、うん、なるほどね、うん、どっちかっていうとねプレイするって言ったら、そういうスチームのゲームとかね、ああいうゲーム、平和な、うん、平和じゃないな、平和ではないね。最近プレイしたゲームって言ったら、うん、あの全然ね、ちょ時間なくてできてないけど、あの、うん、エイリアン、ああエイリアン、のファイアチームエリート、あ、そう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 、ファイアチームエリート、さっき話してた、ね、うん、とか、うん、まああれも全然できてないけどね。一瞬やってね、面白いなと思ったけど、なるほどね、うん、ごめん長くなったから、うん、次、あこのエイリアンの話はそうそうそう次にしようか、あ、ね、エイリアンはねごめん、うん、えどれくらい撮った、ごめん見えてないんだよね私、いやわからない、見方がわからないから、ああね今表示がさ、うん、こっちだと見えなくて、ああ、うん、そうなんだ、そうそうそう、ていうか見るの忘れてて、どれくらい撮れてるのかわかんないから、うん、はい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 、まあまた今度かな、また今度、うんうん、こんな感じでいいのかなこれって、わかんない、需要ありますこれ、わかんない、わかんない、うん、まあでもわからないことだらけ、わからないことだらけ、うん、まあまあまあでもね、ま話しやすいと思うんだよね兄弟だからさ、まあそうだね、うん、普段の多分ともえさんのライブとはちょっと違うような感じの、そうだね、うん、どうしてもねエルゼちゃんとかってなってくると気を使っちゃうからねお互いにね。エルゼさんはねこの間驚かしちゃったから声引くって言われたから、うん、うん、まあなかなかねびっくりすると思うよ、声低いから、声低い、まあ声低い、うん、だってあの
あのアバターでね。あのアバターでさ、うん、そんな声低いキャラクターで、キャラクターというかね、うん、そういうのあったらびっくりするでしょ。俺さ、あのアバターを使ったことによって、うん、自分の名前がモチリヌ・ペロリンチョ3世だっていう風に、あの、勘違いされたんじゃないかなって思うんだけど、あれ、勘違いされてたね。あ、されてた。うん、あれ、そうそうそう、あれ別に商品名だから、うんうんうん、うん、だから別にそのモチリヌ・ペロリンチョ3世が俺の名前なんじゃなくて、だからあの、モチリヌ・ペロリンチョ3世らしいよって言ってるし、そうだね、うん。だからあの件に関してエルゼさんも特に突っ込んでくれなくて、うん、それ何なのその名前って言ってくれなかったんだよね。あ、そうなんだ、うん、みたいな、なんかスルーされて。え、だって分かりにくいもん、いつも。だって言われてるじゃん、他の人からも分かりにくいって。それめっちゃ言われる。冗談だって分かりにくいって言われる。うん、うん。ねえ、そんな下り顔でさ、下り顔というかね、うん、そんなさ、真顔じゃないけど、うん、何でもないですっていう顔で、うん、じゃあモチリーヌペロリンチョ3世ですって言われたら、あ、そうなんだって。いや、そうなんだじゃないよ。まあ、あのね、私の弟だからまあスルーでいいかみたいな感じ。いやいやいや、いや、なんかもうあのバーチャル世界だとあれが普通なのかなって一瞬思っちゃったんだよ。いや、私は分からないよ。だってそもそも私もバーチャルじゃないし、うん、まあそうそう、まあそれは分かるよ。エルゼちゃんに聞いてみないとさ分かんないけど、うん、うん、いや確かに私も見るよ、うん、バーチャル YouTuber の方は見るけど分からないから、うん、そこのそういうどういう世界観なのかわからないから、うん、でもカットケーキヘッドのやついる？いや、まあ、いろんなね、まあ、ね、あの世界から来てるだろうから、まあ、ケーキが歩いててもいいんじゃないの？そ、あ、アンパンマン的なね。そう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 、頭が食べ物みたいな。そう、腐らない、うん、アンパンマンは腐るけどね。あれってでもヘニャヘニャになってるだけで別に、うん、あれカビ生えてたっけ？アンパンマン、うん、なんか水に濡れると弱くなるよね。うん、重くなるのかな生地がね。そのグロスでは重くなるけどネットでは変わらないっていう、うん、重さ表記の、うん、合ってたっけ多分。本当に分かんない、調べてみる。調べてみる。ね、うん、調べてみたら、うんうん、ネットはあのネットは商品自体の重さ、うん、賞味重量、うん、でグロスっていうのが商品が梱包された状態での重量、うんうんうん、じゃあ雨に濡れた場合はどっちになるんだろう。ネットネットではないんじゃない、梱包された状態でもさ、水分含んだ状態が商品、うん、水分を含んだ商品ってその水分自体も商品の賞味重量だからネットになるんじゃない。あ、そういうこと。あの、もうその商品になっちゃうわけで、その付加価値がついちゃうわけ。それで、え、そういうこと。私てきりさ、そのあんを守ってるパン、うん、ね、パンが周りにあるわけじゃない、うん、皮が、うん、はい、でそれがもう梱包されてるわけじゃない、あんをこんね、そうです ね、だから、あ、そのそれに水がつくことによって商品の価値は下がるわけじゃない、うん、まあそうですね。で箱がさ、そういう風に届いたらさ、クレームじゃない。まあ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 、まあ、ね、だから私はグロスなのかなと思ったけどな。箱が濡れた場合だと、うん、あの、うんうんうん、グロスなんじゃないかな。箱が濡れたら？だって箱の重さだから。あ、そうだね。うん、じゃあそれ自体が商品ではない。でもそれってさ、どう見るかじゃない？そう、商品、箱も含めての商品っていう場合もあるじゃない？うん、例えば売るときとかさ。あ、まあ。ね、あの、そのままベッて貼ったりあるじゃない？あ、まあまあまあ。ね、なんでここにつけるのかなって思うことあるけどね。でもあくまで今の話って食料の話だから、うん、食料はまあ箱は違うよね。うん、まあ確かにね。うん。うんってなってくるとじゃあ違うか、うんうんうん、でも雨に濡れたアンパン食べたくないな。汚いでしょ普通に、うん、シンプルに汚いね。シンプルに汚いよね、うん、確かに、うん、まあそういうわけでね、うん、さっきのモチリヌペロリンチョ3世って、うん、なんでスルーしたのかってエルザさん聞いてみたいんだよね。いや聞けばいいじゃん。いやでも噂されると恥ずかしいし。バカじゃないの。